ビジネスに役立つその概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の野田直オです。本日はバイロン・シャープさんの書かれましたブランディングの科学についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれどもエビデンスに基づいたマーケティングのポイントが知りたいと思って読んでました。 約10分にまままとめていいすすのでよろししくお願いします40ページブランドの成長を願う強い思いが必要あなたは今まで売り上げの拡大に興味のないもしくは少なくとも売り上げの低下を防ぐごとに興味のないマーケターに出会ったことがあるだろうかビジネスにおいて売り上げを伸ばすことが最も重要であるマーケティング部門は そのビジネスプランををを立案してて成果を出すことを期待されている。マーケティング戦略に基づいて実施されるプランは成長の可能性をどれだけ秘めているかという観点から評価されなければならないどこの企業でもこれほどビジネスの成長にこだわる主な理由は固定費が大きな部分を占めているからであるしたがって企業は売上が伸びて利益率が劇的に伸びることがあれば 比較的小さい売り上げの落ち込みで利益が大きく落ち込むこともある。だからブランドの育成は面白い。しかしマーケットシェアを伸ばすのは難しい。市場はこれまで以上に競争が激化しており、マーケターはマーケットシェアの地位を維持することに必死である。現状維持のために必死になって走り回っている。そんな印象だ。例えば、少しでも成長することを期待して価格反則を行ってみても、 現在のコールシステムでは対応できないようなプロモーションを実行してはブランドの成長は見込めない売上を伸ばすことに集中することが長期的な利益につながるのかどうかについて多くは議論があるがマーケットシェアの下落を防ぎシェアを拡大するための方法を学ぶことの重要性を理解していただきたい42ページ 売上高は2つの要因に依存している。1、ブランドの購買数の数。2、ブランドの購買客の購買頻度。この2つの要因を積算したものが売上である。だから、購買頻度が高ければ、購買客の数が少なくてもブランドが成長することは可能だ。同じ規模のブランドには、理論的に2つのタイプが存在する。 オーバイ客数は多いが、オーバイ頻度の低いブランドと、オーバイ客数は半分でも、オーバイ頻度が2倍のブランドだ。このような状況は理論的には生じうるが、実際に起きることはない。現実的には同じマーケットシェアを有する2つのブランドの市場浸透率はほぼ同等である。したがってその平均購入回数も同じになるはずだ。 50ページプロスセーリング効果売上を伸ばすもう一つの方法は既存客に別の製品も同時に買ってもらうことである CRM 顧客関係管理システムとロイヤリティプログラムがこのベネフィットを確かなものにするこれが成長への近道だと考えられているあなたはすでにこれらの購買客との間に関係を構築しておりもし良い提案ができれば 彼らはは買ってくれるはずだ。大企業の中には自社の従業員に良い製品を提示したもののその反応率の悪さに失望している企業もいい新商品を自社の従業員にさえ販売することが難しいなら既存客へのクロスセリングはそれほど簡単ではないだろうクロスセリング指数はブランドロイヤリティのもう一つの尺度だダブルジョバティの法則はここでも成立している 競合する製品間では、クロスセル指数にそれほどの差は生じていない。確かに小さな差異は存在しているが、それらはマーケットシェアを反映しており、クロスセリングプログラムだけによるものかどうかはわからない。85ページ。パレートの法則について、重要な3つの要因をまとめる。1。規則性があり、 どのブランドやカテゴリーにも適用される。2、厳密に80対20にはならない。3、パレートの指数とターゲティングは分析期間中の消費者のあり方の影響を受ける。簡単に言うと上位20%のヘビーユーザーが次の調査期間ではそれほどヘビーなユーザーではないかもしれないし、ライトユーザーがヘビーユーザーになっているかもしれないし、ノンユーザーが 購買客になってるかもしれない。これが購買行動適正化の法則である。212ページ。価格が最重要ではない。マーケティングミックスにおいて価格は極めて影響力のある変質である。おそらく製品の持つ 要素の中で最も変化し合い要素であり、売り上げに最も大きな直接的影響を与えることに間違いはないだろう。価格が消費者にとって重要であることは明らかであり、最も重要な要因であると考えられていることが多い。しかし、トップブランドの価,価格が下がることはめったにない。高価なブランドが安くなったとしても、すべての消費者がブランドスイッチするわけではない。ゆえに、 価格が全てではないと言えるでは消費者は価格と価格変動にどのような反応を示すのだろうかまたなぜそのような反応を示すのだろうか確立されたブランドの価格が価格反則などで一時的に変化する時に何が起きるのかを解説する価格設定については考慮察しないしかしブランドにはそれぞれの 質をを反映した標準価格があることを忘れてはならならい多くのカテゴリーに価格と品質の階層が存在する安価でシンプルな余分なサービスを省いた階層主流の階層そして贅沢で機能性に富む高価な商品の階層だ消費者はこの階層の仕組みを認識している消費者に負担にならない価格に設定するためにはこの階層をよく考慮する必要がある 消費者が品質の対価としてお金を払っていることは明らかだ高品質のブランド価格は低品質のブランドの価格よりも高くまた高品質のブランドは毎年よく売れている一般的に一流ブランドは極めて高額で低価格なブランドほど低品質であることが多い品質を求めるならそれ相応の金額を払わなければならない次に以下の疑問について考えてみよう 価格に対して消費者はどのような行動をとるか特売品を好む消費者や高級品を好む消費者は存在するのだろうか価格反則を実施する経営上の動機を概要を解説し価格反則が実施された際に何が起こるのかを明らかにする長期的効果についても触れるそして最後に価格反則の実際の消費者到達力について論じる 216ページ価格反則で新規顧客は獲得できない値下げを行えば新規顧客にブランドの購入を促すことができると考えているマーケターがいるしかし後日顧客が成果でもっと多くの買い物をするかもしれないだがこれを立証できるエビデンスはないアレンバーグハモンドグッドハルトラは 価格反則で商品を購入した消費者のほとんどがそのブランドをそれ以前に購入した経験があることを発見した。また他の学術研究では価格反則は将来の売り上げを先取りしているようなもので売り上げはたとえ反則期間中に急上昇しても反則後に低迷するので相殺されると発表されている。幸いのことに価格反則の効果はブランドスイッチを起こすことであってブランドの 全公外ではないことは明らかだ。286ページ。7つのシンプルなマーケティングの法則。ルール1、できるだけ多くの人にリーチする。ルール2、買い求めやすいこと。ルール3、目立つこと。ルール4、記憶構造を刷新、再構築する。ルール5、 そののブランドなどではの資産を構築する。ルール6一貫性を維持しながらも新しさを失わないルール7競合力を維持する買わない理由は絶えないこれ以外にもエビデンスに基づいたマーケティングのポイントが具体的に紹介されておりますので一度読んでみられることをおすすめします。 今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。